女性の理事12人が加わり、新体制となった組織委員会の理事会が開かれ、新理事となった高橋直子さんらが意気込みを述べました。22日の理事会には、橋本会長就任後に新たに選任された女性理事12人全員が参加しました。新理事の一人、シドニーオリンピックの女子マラソンの金メダリスト、高橋直子さんは、 大会への人々の気持ちが少し離れているなどと述べた上ですべてのアスリートをつなぎながら発信できればいいと意気込みを述べました。これに先立って講演した新理事で中京大教授のライタ教子さんは東京大会は日本社会の男女不平等を解消の契機とすべきだとした上で組織委員会が取り組みをまとめて世界に発信すべきだと訴えました。また、 理事会では海外からの大会ボランティアおよそ2300人については観客と同様に受け入れを断念することが決まりました。一部の専門的なボランティアには入国の特別措置をとって活動してもらうということです。